はい、秋葉かなです。いつもねこちらのチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、三重県の菰野町というところにね、来てます。なんでね菰野町に来たかっていうとですね、この菰野町っていうところを、日本版マースって言ってですね、マースっていうのが、まあ、世界的に結構今話題になっていてですね、電車であるとかバスであるとか、まあ、タクシーとか全部含めてね、そういう交通手段をひとまとめにしてですね、目的地に向かってね、アプリとかそういったものを使って支払いもね一つでみたいな感じで、通常だとね電車はいくら、バスはいくらみたいな感じでね、乗り継ぎの方をしていかなきゃいけないんですけど、ここまでは電車で行って、ここからはバスで行ってみたいなのを、まあアプリ上でね全部指示してくれたりとかですね、支払いも後からクレジットカードで一括ドンみたいな感じでね、まあ、そういったことができるっていうシステムを、まあ、MaaS といってね、今世界的でやってるらしいんですけど、この日本でもね、19箇所の、事業者体がですね、まあ、そう実験的にやっているっていうことで、で、たまたまね、近くにある菰野町の方で、その MaaS っていうね、活動の方を、まあ、試験的に始めているっていうところでね、今日はお邪魔しました。ただね、それだけだと、あまりにもね、抽象的で分かりにくいんですけど、今日はですね、実はまあ冒頭で見ていただいた感じの通りですね、菰野町の方でね、電動バイクの方をお借りすることになりました。まあ、このね、2021年の4月からですね、菰野町の方では、こういう電動バイクであったりとかですね、電動アシスト自転車ですか、の方の貸し出しをしてですね、この菰野町の中を、その観光客の皆さんにね回っていただいて、よりアクティビティを楽しんでいただこうというね、マースのね一環としてですね、そういったサービスの方を開始するみたいです。今日はねその先行モニターということでね、お呼びいただいたんで、これからねその自転車、電動バイクの方をお借りしてですね、ちょっとね菰野町の方をぐるっと回っていこうと思います。では行ってみましょう。はい、じゃあね今からね電動バイクの方を借りに行ってこようと思います。あ、こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。はい、わかりました。はい、じゃあね、出発の方していこうと思います。あー、快適だな。今はですね30キロ道路の方を走ってるんですが、今時速で言うとこれで11キロとかかな、18キロとかですね。今ですねハンドル そのスピードメーターの向きが悪くてですね、1か8か、1か7かが見えないような状況です。ただですね、まあ、今17キロ18キロぐらいで走ってるんですけど、まあ、ちょうど自転車でいうとこのね、下り坂、鳴井下り坂をね、下ってるぐらいのスピードで、登ってきています。今ね、この菰野町って結構その御在所岳、山間部から結構近いんで、もうここまで来るとね、すべて上り坂、山に向かってことね、なんか上り坂になってるんですよね。で、今登っていってはいるんですけど、若干ね、抵抗があるんで、本来漕いでいたらこんな速度じゃちょっと走れないような感じですね。はい、こんなの幹線
道路走ったら邪魔じゃんダメですかこれ、邪魔ですよね、ごめんね軽トラそうですよね、邪魔だと思います今ね頑張ってねフルスロットルで 22.4 キロ、結構頑張ってもこれぐらいですね。まあ私一般成人男性、とほぼ平均的な体重よりちょっと重いぐらいなんでなんでまあそれを考えるとね全然もうちょっと出てもいいのかなと思うんですけど、やっぱり25キロぐらいがいっぱいいっぱいじゃないかな。もうすぐ行くとですね、小室町のアクアイグニスっていうね、施設があります。ここね温泉であるとか、まあ、レストランであるとかカフェである、パンであるケーキであるとかね、宿泊前できてしまうっていうね、結構何でもありの、まあ、パークっていうか施設ですね、施設になっています。はい、じゃあね、あこっちから一方通行ですね。あーすごいお客さん多いな、すごいお客さんの量ですね。私自身はここね実は来たことないんですよね、まあ、近くにあるとねあんまり来ないっていう感じもあるんですけど、でこの奥の方にね、店舗が並んでてパン屋さんとかね、いっぱいあるんで、まあ、ぜひね小物町に来た時には、ここに寄ってね、買い物とか銭湯とかね、入っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、こちらがですね、湯の山温泉駅ですね、電車だと多分ここまで来れると思うんで、ここからはまあタクシーであるとかね、そういったもんで上の方まで行けると思います。ここから一応温泉街というか、まあ、になるのかな。でやっぱり別荘なんですかね、なんか植物も売ってる、あと器とかやっぱりなんかそういったものが多いような感じがしますね。かなり上り坂きつくなってきたんで、フルスロットルプラス足で漕いでます。足で漕ぐのはね全然楽、あのエアロバイクの一番軽いやつで走ってる感じですね。である程度その坂を上り切ったら電動バイクモード、あの漕がなくてもね、勝手に進んでってくれるっていうモードで十分いけるんじゃないかなと思います。若い頃はですねよくその友達とかとこの辺りのホテルの温泉巡りとかってしたんですよね。でやっぱりですねすごく温泉はいい、ものすごくお湯いいです。ここちょっとぬるっとした感じだけどそこまでしつこくないみたいな。うわ綺麗、何回かねこの季節も走ったことあるんですけど、やっぱりね全然見たことない、あこれすごいな、あもうちょっと前で撮らさせてもらおうか。ねカメラ持ってこなかったんでね、本当に iPhone で撮っちゃいますけど、
すごく綺麗ですね。水が透明、透き通ってる、すごいな。すんごい綺麗ですね。空は曇天ですけど。で、鹿の湯ホテルさんですね。ここ行ってなんか以前ここね温泉入ったことあるんですけど、すごく綺麗なホテルでしたよ。はい、ここでね、いわゆるグラビットさんの GLR の位置を使ってですね、この山道をだいぶ登ってきました。感想としてはですね、やっぱりきついかな。やっぱり30キロ出るぐらいのね、トルクしかないと、やっぱり山道は相当きつかったです。ただですね、まあ電動アシスト自転車というような感じでね、フルスロットルでアクセルひねりながら、このペダルを使ってね、少し漕いであげると、十分登っていくのは登ってきます。ただやっぱりかなりハードだったんで、まあね、これぐらいの40そこそこのね、おっさんでもまあ焦げるんで多分大丈夫だとは思うんですけど、やっぱり結構体力いりますね。なんでまあこれをね、小物町に来てお借りしたら山登ろうっていうのはやめといた方がいいと思います。結構しんどかったです。なんでね、あの平地のところでもね、結構いろんな施設あるんで、まあその辺とかね、見ていただいたりとかしてね、小物町十分楽しめると思うんで、皆さんにね、ぜひ来ていただければいいんじゃないかなっていうふうに思いました。ただやっぱここまで来るとね、景色いいわ。すごく景色いい。ただなんか、一番なんか大事なとこそうなのに、ちょっと潰れてしまったホテルが見えるとかね。なんかちょっとね、その、景観を考えた方がいいんじゃないかな、小物町。これね、大石焼きっていうんですけど、このロープウェイ乗り場のところでね、買える、なんかすごくね、こう柔らかい感じの、おまんじゅうなんです。おまんじゅうじゃないわ。せんべいなんですよ。で、ただ柔らかいんで、すごくふわふわしててね、美味しいんですけど、噛んだらめちゃめちゃ硬いんですよね、これ。ちょっとね、少しだけいただいていこうと思います。うん。柔らかいうちはね、全然すごく美味しい。っていうか、硬くなってくるんですけど、食べてるうちに。うん。それがまずそれはそれ、食感がね、変わってって、すごく美味しいんですね。このね、温泉街に登ったところにはロープウェイ乗り場があってですね、でここからロープウェイに登ってですね、上の方に上がっていきます。で、すっと横に目を落とすとですね、モンベルがあります。これすごく謎なんですけど、まあ、ここで、ね、装備を整えてからすっと山頂を迎えてくださいみたいな、なんかねちょっと違う気もせんでもないんですけど、まあそんな感じです。はい、じゃあね、ここから降りていこうと思います。ここからはね、絶景なんですよね。
で、ここからはですね、鈴鹿スカイラインと、この辺りで呼ばれてるね、峠道ですね、477号線ですね、こちらの方に、で、下ってね、帰ろうかなっていうふうに思います。で、この季節はですね、こんな感じで通行止めになっちゃうんですよね。特に積雪とかないんで、問題なさそうな感じなんですけど、ここでね、止めちゃうような感じですね。まあ、入ってきますけど。じゃあ、行きましょう。はい、ようやくね、小物町の道の駅の方にね、戻ってくることができました。今日は結局のところですね、天気もあまり良くなかったんで、ここからですね、御在所の一番上の方まで行ってね、でそれで、まあ、帰りは鈴鹿スカイラインで、小物の役場経由でね、帰ってくるルートで帰ってきたんですが、まあ、全然ですね、バッテリーの方減ってなくてですね、走行中はね、どうしてもそのバッテリーが消費している状態なんで、で、1とかまで下がってたんですけど、まあ、実際にここに着いて停車してからね、バッテリーゲージの方を見てみたら、4段階中まだ3メモリ残ってるって感じでね、ほとんどバッテリーの方を消費、してませんでした。行きの上りの時はね、かなりモーターの方回ったとは思うんですけど、まあ帰りはね、まあ下り坂だったんで、ほとんどね、こちらのアクセルの方をひねらずにね、走行してきたんで、まあ、そのせいかなっていう感じはするんですが、かなりね、バッテリーとしては持つんじゃないかなっていうふうに思います。これでもし天気が良かったらですね、もうちょっと小物町の方ぐるっと一周してね、帰ってきても多分十分持つだけのバッテリーはあったんじゃないかなっていうふうに思いました。ただですね、基本的にはやっぱり電動自転車って、まあ電動バイクといってもね、まあ電動自転車っていう感じだったんで、それなりに体力はいりますね。バイクみたいにね、サスペンションがついてるとかそういうわけではないんで、やっぱり振動もね、そのまま体に直接来ますし、そういった意味ではかなり、体力的には使う乗り物なんじゃないかなっていうふうに思います。それ以外はですね、速度的にも、まあ30キロ前後で走ることができて、で、まあ、自転車としてはね、かなり優秀な方じゃないのかな。で、これ自体がですね、まあ、折りたたみ自転車なんで、今ね、これ現行車種ではなくてですね、今 GFR2 っていうのがね、販売の方してると思うんですけど、まあ、そちらをね、個人で購入されて、でトランクとかに積んでね、目的地のアクティビティとして楽しまれるのも一つ面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、こういうのをね、その町として、まあ、町としてね、観光の一環として貸し出すっていうところはね、非常に面白い取り組みなんじゃないかなというふうに思います。ただね、どうしても走行してて思ったのが、やっぱり一般車両がですね、普通にどんどん抜いていくっていうところでね、かなり恐怖感を感じました。まあそういったところはね、やっぱりこういった電動のね、自転車とかそういったものがね、道路を走る環境にない国なんだなっていうのを改めてね、実感した次第です。なんでね、もし小物町に来てね、こちらの方を借りて乗られるときはですね、まあ、できれば幹線道路はやっぱり避けた方がいいんじゃないかなっていうのが、正直私の思ったところです。なんでやっぱりですね、ナビゲーションとかですね、携帯のスマートフォン、こちらもですね、スマートフォンホルダーが標準でついていたんで、まあ、こういったものをね、うまく利用しながらですね、できるだけね、太い道を走らないようなルート作り、そういう案内をね、町の方でできればね、もっとね、これ非常に楽しめるね、乗り物になるんじゃないかなというふうに思います。やっぱりちょっと怖かったな。はい、そんなわけでね、今日の動画の方はいかがだったでしょうか。ぜひね、この小物町、三重県の北部にあるね、まあ少しそんな大きい町ではないです。小さな町なんですが、まあ温泉施設があったりとかですね、アスレチック的なアクティビティとかですね、まあそういったものもあるんで、あとね、やっぱり秋の紅葉シーズンですね。まあその時期はですね、かなり車の台数も増えるんですけど、新しくね、高速道路のインターチェンジができたんで、そういったところでもね、かなり来やすい、ところにはなったんじゃないかなっていうふうには思います。ぜひね、小物町に遊びに来た際はですね、こちらのコモビリティというね、キーワードで検索していただくと出てくるかと思いますんで、そちらをうまく使ってね、こういう電動自転車とかそういったね、アクティビティを楽しまれるのも一つのね、旅の楽しみになるんじゃないかなっていうふうに思いました。
はい、今日はね、そんなわけで、まあこうやってね、今定点で撮ってるやつに関してはすべてね FX3 の方で撮っております。オートフォーカスやっぱ楽ですね。あのワンオペで撮影してる分に関してはすごく楽だったんで、まあね、こういう時にはオートフォーカスすごくいいなっていうふうに思いますね。はい、そんなわけでね、今日の動画はここまでということでね、またね次回、こちらのチャンネルの方で、お会いしたいと思います。ではさよなら。はい、すいません。すいません、一つ謝らなきゃいけないことがもう終わってしまいましてこれがですね、こう停車してたらですね、そのままちょっとバランスが悪かったのか、パッと倒れてしまってですね、はいはい、でそれで割れてしまいましたもんで、でそれだけ弁償させていただきたいんですけど、すいません、申し訳ない。